えー、久々に遊戯王のカードのボックス買いをしてそれで出てきた一番最高のレアのカードを紹介しますそれというのも遊戯王のカードが今年20周年記念だということで売り出されたサンボックス買うとワンパックついてくるスペシャル仕様のカード狙いで 大人買いといいとうか衝動買いしたものですでそれで出てきたのがまずこちら「えー、崩壊演技」というカードです20周年仕様のマークのついているカード続いて「ブルーアイズカオスマックスドラゴン」 こちらも20周年仕様のマークのついているカードです。そして自分がスペシャルパックから引き当てたカードがこちらです。サイバーエンドドラゴン。こちらもまた20周年仕様のマークのついているカードです。<laughs> 自分は遊戯王は高校時代に 遊戯王デュエルモンスターズ、あ、すなわちあの、風間俊介の演じたバージョンを見たのが初めてです。で、また高校時代に友達から遊戯王のアニメをやってると、えー、立ち寄ったデパートで見ていて、あれこれは、 知らないやつだぞ。本当に遊戯王っていうふうに友達が聞き、友達に聞き返したら、これは尾形めぐみさんが演じている版の遊戯王っていうふうに言われて、はい、自分が見たのは別のバージョンの遊戯王だったんだなというふうに思いました。<laughs> そもそも、多分僕、風巻俊介さんが <laughs>、 遊戯王の主人公を演じてなければ多分今も遊戯王知らないと思いますそもそも遊戯王を見たきっかけが、えー、きっかけというか見始めたというのがまずアニメを流し見していてものすごく主人公下手だなっていうふうに思った印象があって一体誰が演じてるんだ 最後の、声の紹介のところに、武藤遊戯風間俊介と流れてきて、風間俊介って、ああ三年 B 組金八先生の主要生徒を演じた人だという風うに思って、それから遊戯王を見始めました。そして、大学時代にものすんごいもったいないないことをしたなあという風うに、 思っているのがあります。つ <laughs> ぶれかけの中古ショップかカードショップかは今ちょっと覚えてないんですけれどもそこで遊戯王の緑色の,のボックスと紫色のボックス色だけは覚えてます。これがなんと一箱900円で売っていたんです。当時だったらめ、 めちゃくちゃ安くなってるなぁ。150円のパックが実質的に30円という計算になってるわけかということで、当時、まあ、900円なら1箱買っとくかという風に買ったんですけれども、まあ、今となったら多少無理してでも売ってるやつ全部買おうという風に選んでいた方が良かったなと、今ものすごい後悔しています。 まあ、その店は、それから間もなく潰れてコンビニになりました。